サーカール。もういいね。さあ、とにかくあとはスピードを上げていくことが大事です。状態が安定してきない。それでもアタックした後に肘引けるのもったいないね。あれなしにした方がいい。せっかくポールをああやって持って滑ってるんだったら、それを意識しないと意味がないです。あ、なんであそこスルーすんだよ。あ、いいのか。ごめんなさい。